あなたさ、この度は本当にありがとうね。二世帯住宅を建ててくれるなんて嬉しいわ。え？二世帯住宅は？娘夫婦と暮らせるなんて私たちとっても嬉しくて、今からワクワクが止まらないわ。お母さん、ちょっと待ってください。二世帯住宅って何のことでしょう？そんな話俺は何も知らないんですが。何言ってるのよ。あなたがこの間亡くなったご両親から土地を相続したそうじゃない？娘のゆきから聞いてるわよ。確かに相続はしましたけど、それと二世帯住宅に何の関係が？関係大ありじゃないの。その相続した土地に私たちとの二世帯住宅を建てるのよ。土地代も浮いたし、嬉しい話だわ。あの土地に二世帯住宅ですか？そんなの聞いていません。俺はそんなつもりありませんよ。あなたにそんなつもりがなくても建てるのが常識でしょうよ。え？ゆきから聞いたけど、その土地を売り飛ばすつもりもないんでしょ？まだ相続したばかりですからね。当分は俺が所有し続けようと思っています。ならいっそのことを二世帯住宅を建てた方が早いじゃない。無駄に土地を持ってても意味ないわ。確かにそうですけど、でも急に二世帯住宅だなんて。大丈夫、もちろん頭金とか最低限は出すつもりよ。ただで私たちのお家を建てるなんて言わないわ。そうなんですか？頭金があれば住宅ローンも安くなるし、いずれ子供ができた時も私たちが助けるわ。かなたさんにとっても決して悪い話じゃないと思うの。確かにそれはありがたい話ですね。それじゃあ二世帯住宅建設計画を進めるわね。どんな素敵なお家を建てようかしら。ワクワクしちゃうわ。ちょっとかなたさん、娘のゆきから送られてきた図面なんだけど、どういうつもりなの？和室のお部屋がとても小さいじゃない。お母さんたちの希望を詰め込んだ結果ですよ。洋室以外にも自分たち専用の和室が欲しいって言うから無理やりスペースを作ったんです。何よその言い方は。まるで私たちがわがままを言ってるみたいじゃない。お母さんたちのせいでもう10回は図面作成してますからね。お家が狭いのが悪いのよ。もう少し土地いっぱいに建てられないの？お母さんたちが畑をやるから庭を広くって言ったんじゃないですか。駐車場スペースも考えるともういっぱいですよ。まあなんて狭い土地なのかしら。あなたのご両親、残すならもっとマシな土地にしてほしかったわ。今の発言は聞き逃せませんね。俺の両親からいただいた土地に建てるんですよ。なのにその言い方はひどいんじゃないですか。そんなことを言うなら私たちだって頭金を出してるのよ。なのに口を出しただけで迷惑があるなんてひどいじゃない。頭金っていうのは俺に振り込まれたたった10万円のことを言ってますか？たったって何よ。10万円でも頭金を出してくれる素敵な義両親じゃないよ。こんなこと言いたくなかったですけど、頭金の相場って分かってますか？だいたい購入価格の10から20% って言われてるんですよ。だから500万以上出していただけるのかと思っていましたよ。え？そんなにかかるの？何が住宅ローンがお得になるですか。たったの1ヶ月分しかお得にならないじゃないですか。1ヶ月分でもないよりはマシでしょ。頭金を出してあげたのに足りないって言うなんてひどい人ね。頭金をいくら出すかは個人の自由です。ですが口を出す場合はその金額に合った分だけにしてください。つまり意見できる面積は1坪以下です。1坪以下ですって？そんなの何にも口を出せないじゃない。口を出したいならその分だけの頭金を出すシンプルなルールでいきましょう。なんてひどいことを言うのかしら。二世帯住宅ってことは私たちもそのお家に住むのよ。住む人には意見する権利があるはずよ。常識のある範囲での意見ならもちろん聞きますよ。でも何でもかんでも困ります。和室が狭いと言うなら自分たちの部屋を削ってください。お母さんたちの寝室だけで15畳もあるんですから。まあ妻の大事なご両親に狭い部屋で寝ろって言うの？なんて人なの。私たちはあなたの妻の親なのよ。妻の親ならもう少し我慢をしてもらいたいものですね。この家のローンを払うのはあなたたちの娘の旦那なんですから。何言ってるのよ。だから好き勝手できるんじゃない。私たちはわがままを言っていいの。支払いは全部あなたなんだから。え？ああそうだ、私いいこと思いついたわ。かなたさん、あなたの書斎をいっそのこと全部潰しちゃいましょう。それで私たちの和室スペースを広げましょう。それは困ります。今うちの会社も在宅勤務を推奨してるんです。落ち着いて仕事できる環境がないとやってられないんですよ。そんなの知らないわ。
お仕事のために近所のネットカフェにでも行けばいいじゃない。え？だいたいね、家で仕事なんて迷惑なのよ。お家は心と体を休める場所であるべきなの。そこを職場にしようだなんておかしな話なのよ。俺の心と体を休める場所だからこそ俺は書斎を作ったんですが、そんなのネットカフェで十分よ。心と体を休めたいときはそっちに行きなさい。俺休むたびに外出しないといけないんですよね。よし、これで解決ね。あなたの書斎は全部潰して私たちの和室にするわ。頭金も出してあげたんだから、義両親の言うことを聞くのよ。よーし、これで俺も決意しました。着工キャンセルしてきますね。え？はい、今ホースメーカーさんに連絡しました。二世帯住宅計画は中止です。俺の書斎もお母さんたちの和室もすべて白紙です。お互い今までのお家で楽しく暮らしていきましょう。ちょっと待ちなさい。着工キャンセルってどういうことよ。もうハウスメーカーさんと契約して打ち合わせも何度もしてるのよ。そうですね。でも白紙です。娘のユキがもう着工金の一部を支払ったって言ってたわよ。それなのに白紙にできるわけないじゃない。違約金を支払えばいいだけです。白紙なんて意外と簡単にできますよ。え？住宅ローンも土地も契約も名義は全部俺ですからね。俺が中止といえば中止です。二世帯住宅はもう二度と建てません。待ちなさいよ。そんな勝手が許されると思ってるの？こっちは頭金を出してあげたのよ。たった10万円ですよね。すぐに送金してお返しするので問題ないですよね。問題終わりよ。二世帯住宅が娘夫婦と同居できると思って、私たちも今住んでるお家を引き払おうとしていたのよ。じゃあそちらも即刻中止してください。二世帯住宅が建つことはありませんから。ちょっと落ち着いてちょうだいよ。家作りって意外と考えることが多くて疲れたのよね。だからすぐに投げ出すのは良くないわ。しばらく打ち合わせを延期してのんびり考えたらどうかしら。俺が疲れているのはあなた方のわがままのせいですよ。金も出さずに口だけ出す。妻のユキも常にあなた方の味方で、俺の意見は何一つ通らず、それで5000万以上の負債を負えって言われてるんですよ。そりゃ疲れ果てて着工キャンセルしますよ。書斎を消すって言ったのがまずかったのね。じゃあやっぱり書斎は作ることにしましょう。和室もあのサイズで構わないわ。全然大丈夫だからね。もう今更遅いんですよ。ハウスメーカーから着工キャンセル受理のメールが来ました。今度正式に手続きをしてきますから。ダメよそんなの。こっちは娘夫婦と同居できるって近所の人や親戚の人にも自慢したの。それが中止だなんて恥ずかしくて言いやしないわ。お父さんも怒ってるわよ。男に二言は許さんぞって言ってるわ。ではお父さんにこう伝えてください。男なら頭金1000万くらいポーンと出してくれって。なんですって。確かに俺も違約金のことを考えると財布が痛いです。でもこれからの長い俺の人生を考えると明らかに違約金の方がお安いんですよね。あなた方との同居なんて絶対にお断りです。おとなしく聞いてれば失礼なことばかり言いやがって。もういいです。あなたが二世代住宅を建てたいならこっちにだって考えがあります。考えですか？娘の言う人離婚させます。こんな嘘つき男の宝に娘をいさせるわけにはいきません。それ本気で言ってるんですか？自分たちのわがままが通らなかったから娘を離婚させるって。娘の言う人連絡がつきました。喜んで離婚してくれるみたいよ。嫁の親と同居してくれない解消なしはいらないんですって。よく言いますよ。俺の母が体調悪くなっても同居拒否し続けたくせに。あなたに選択肢は一つしかないわ。勝手に世帯住宅工事をキャンセルするなんて、これはもう離婚よ。離婚が嫌なら今すぐキャンセルを撤回してきなさい。離婚ですね。喜んで。え？標準ユキとは離婚します。離婚したらそちらに送り返しますので受け取りお願いします。今までお世話になりました。ちょっと待ちなさい。え、離婚を選ぶの？キャンセル撤回するだけでいいのに。離婚の方が簡単かつ俺も嬉しいですからね。離婚一択しかないですね。え？ああそうそう、離婚するにあたり俺が妻のユキに貸してたお金は返してくださいね。ユキが返済できないならご両親に支払ってもらうつもりです。え？お金？何よそれ、聞いてないわよ。ここ1ヶ月土地を確認したいとか担当者さんに会いたいとかで何かと理由をつけられてこちらに遊びに来ていますよね。それの何が悪いのよ。お金は娘のユキが出してくれてるんだからいいじゃない。そのお金全部俺が貸したんです。え？新幹線代、宿泊費、ついでに観光代に食事代、総額30万を貸してます。
何言ってるのよ。うちの娘はしっかり働いて貯金もしてるの。お金を借りなくても両親を招待するくらいの余裕はあるはずよ。それが綺麗さっぱりないんですよ。え？ユキのやつ、俺が遺産を相続してから散財しまくりなんですよ。当分の生活費は遺産があるし、同居すれば親の年金がある。だから少しぐらい贅沢にお金を使っても問題ないよねって。え？あの子ったら私たちの年金を当てにしてるって言うの？この親にしてこの子ありってやつですね。すっかり貯金もなくなってますよ、ユキのやつ。そんな娘を戻されてもごめんだよ。離婚なんて迷惑よ。一度結婚したんだから責任取って最後まで面倒見てちょうだい。一度産んだのだから責任取って最後まで面倒見てあげてください。ユキはあなた方の娘です。離婚したら俺はただの他人。絶対にお母さんたちに送り返しますからね。すぐ離婚した俺は元嫁のユキを義実家の元へ送りつけました。お母さんはなんで離婚したのよと逆切れ。義実家は売り払う予定でしたがキャンセルし、違約金を娘に押し付けたそうです。当然貯金を使い果たしているユキには払えず、今では責任と請求書の押し付け合いで揉めに揉めているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。